マイリアライフもですね、残すところあと一つのバンドとなりました。本当に、今日のイベントはですね、雨天で、でも急遽いろんなことが変更される中、本当に、ジャムのスタッフの皆さん、頑張ってくれると思います。拍手。今日審査員に来ていただいた藤井さん、拍手。そうですね、今日、急遽の、イベント変更にもかかわらず、快く会場をお貸しくださった THE1633 東京の皆さんに東京の皆さんに拍手。そして、照明やっていただきます矢板さんに拍手。そして、本当に大変だったと思います、音響 PA やってくれました鉄之助、拍手。はい、ということでそんな本当にたくさんの、方々に支えられた、今日のイベントだったんですけれども、この思いをですね、思う存分この最後のステージに、ぶつけてほしいと思います。ご紹介します。最後のバンドです。6-senSEの皆さんです。よろしくお願いします。Go, go, 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 go
手だって出し切ってうまいグレー狙って6-senSE です。よろしくお願いします。まあ、今日のこのライブのね、まあ、まさに大鳥ということで、まあ、一応緊張しておるわけでございますけども、まあ、我々は大阪大学のアパプラさんのインスピリチュアルコンシーズというところの所属でございまして、はい、今日はあと1曲でございますが、はい、まあ、さっきの今日もね、最後に皆さんが盛り上がれるような曲をね、2曲持ってきておりますので、はい、どうぞね、コーンね。そうです。もうありがとうございます。狂ったように狂ったように盛り上がっていただけるわけでしたと思いますので、よろしくお願いします。さあさあ、本当にね、最後の曲ですね。そう。さあ、本当に最後の曲になりました。最後の曲ね。狂ったように盛り上がってますか。反応悪ければね、僕ら喜びます。よろしくお願いします。していただけたらいいなと思います。それでは最後の曲聴いてください。Thank you.
ありがとうございました。最後、語ってくれた侍6-senSEに、侍6-senSEに、もう一度よろしくお願いします。